8月29日土曜日、今日もウーバーイーツやっていきます。現在の時刻が8時10分、マクドナルド船橋日大前店さんになってくれました。行ってきます。おはようございます、ウーバーです。マクドナルドさんのピック完了しました。大和田新田方面配達向かいます。マクドナルドさんの配達完了しました。所要時間10分ですね。次の依頼待ちます。8時33分、ウーバーイーツマクドナルド船橋日大前店になりました。ピック向かいます。マクドナルドさんのピック完了しました。習志野台方面配達向かいます。今8時37分です。出前館さんの方が2回なってるんですけども、両方瞬殺されてます。週末土曜日、皆さん出足が早いみたいですね。なったけど三崎行きか。でもこの時間なんで取りましょうか。ロッテリア北習志野店 4.8km21分、486円。今日は安いですね。ロッテリアさんのピック完了しまして、三崎方面配達向かってます。ちょっとね、普段三崎方面毛嫌いしちゃってるんですけど、まあ朝も早い時間なんでそんなにならないと思って受けました。三崎あたりで降ろすとね、実は加盟店がそこまで多くないので、次のピックにつながりにくいっていうのと、まあ、あとはね、あまり土地勘のない、さらに北の方面、鎌ヶ谷とか双葉とかそっちに飛ばされちゃうことが結構多いんで、まああまり行かないようにはしてます。午前10時になりました。9時台の配達0件です。8時9時2時間での時給598円。まあ、厳密にはね、9時台1件なったんですけど、まあ、あまり行きたくない方面の6キロ600円っていう低単価の依頼しか来なかったんで、拒否しまして、そうしましたらウーバーさんからね、お仕置きを食らった感じです。出前館さんは寝てますね。まあその間にね、不在票の入ってた郵便物を取りに行ったり、メガドンキで買い物したりっていうことはしてたんで、まあそんなに気にはしてないんですが、不穏な空気が流れる土曜日、10時台はどうでしょうか。やっと意見取れました。出前館です。ロッテリア八千代緑ヶ丘店、75分ぶりぐらいに依頼を受けた感じですね。ロッテリアさんのピックアップ完了しまして、お届けに向かっています。受け取り予定時刻の1分前に到着してすぐに渡していただきました。すぐ近くですね。ロッテリアさんの配達完了しました。所要時間が15分、配達料金600円、まあまあですね。10時34分、マクドナルド船橋日大前店 1.6km14分、434円受けました。
ック完了しました、緑ヶ丘西方面にお届けです。行ってきます。ジュズってます。コーヒー館イオンモール緑ヶ丘店 4.2キロ24分685円。行きます。マクドナルドさんのお届け完了しました。続きましてコーヒー館のピックに向かいます。コーヒー館さんのピック完了してます。坪井西方面へのお届けです。11時5分コーヒー館さんの配達完了です。次の依頼は来てません。マクドナルド船橋日大前店です。 2.1キロ13分439円。行きます。のピック完了しました。やはり週末の11時過ぎてきたということでかなりお店混んでまして、オーダーも15個ぐらい溜まってました。僕の待ち時間が7、8分でしたかね。この後混んでくること考えると出前館だとしたらこのお店のオーダーは受けない方がいいかなと考えております。11時25分マクドナルドさんのドロップ完了しました。次の依頼はありません。いや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 、そのマクドナルドさん出前館、あなただけに送信されたオファー書いてありますが600円だよ。あ、消えた。あれ消えてない。どうなってんの。消えた。とはいえ次のウーバーさんもちょっと条件悪いっすね。ローソン船橋芝山店 6.1キロ25分715円。でもドロップ芝山ならありはありかもしれないです。行きます。まああまり理想的なねオファーが今受けられたわけではないんですけれども、まあ、さっきの激込みになっているマックで出前館ピックに仮に15分とか待ったとするとね、まあ、この配達今受けてる配達と同じかそれ以上の時間がかかって600円っていうことになると思うんで、まあ、これ受けてよかったんじゃないかなと自分の中では納得しています。こんにちは、ウーバーです。ローソンさんのピックアップ完了しました。同じ芝山内1キロちょうどぐらいの配達ですね。行ってきます。譲りました。びっくりドンキー船橋芝山から前原西 5.1キロ25分710円。まあ行きますが今日は単価あんま良くないっすね。ローソンさんの配達完了しました。次がびっくりドンキー芝山店ですね。今日は全体的にウーバーさんの単価が悪めな気がします。クエストがね昨日来週あることが分かったんですけど、まあ、クエストがない間は単価高めにして少しでもやる気を持たせて、クエスト出たから少し安くしても働くだろう的なウーバーさんのね、なんか手のひらの上で操られてる感じなんでしょうか。とりあえず頑張って行ってきます。こんにちは、ウーバーです。
びっくりドンキーさんのピックアップ完了してます。前原西方面配達です。ピンの位置とね、指定の書いてある住所が全然違うんで、ちょっと不穏な空気が流れておりますが、おそらくまあ書いてある記載の住所の方が正しいんだろうと思いまして、そちらに向かいます。そして現在配達中ですけれども、時刻がちょうど12時になりました。この配達の報酬、今の配達の報酬を抜くとですね、4時間で4320円ちょっと、だいたい時給が1080円換算になります。最低時給クラスまでは上がってきましたが、かなり渋い感じがします。びっくりドンキーさんのお届け完了いたしました。やはりですね、メモに書いてある住所の方が正しくて、地図の位置は間違っていました。実際の配達先とね、ピンの指定位置 1.3 キロ離れてまして、まあ無事にパッと届けられてよかったです。で、時刻は12時10分。次の配達依頼は今のところありません。12時23分です。 GoPro の電池が切れてる間に Uber Eats が1件取れました。夢庵船橋前原店、3.2 キロ14分で482円の案件です。薬園台方面にお届けに向かってます。夢庵さんの配達完了いたしました。現在時刻が12時33分。次の依頼は来てません。12時48分、マックスバリュー奈良下大店さんのオファーが取れました。 3.2 キロ18分561円。その間にね、鳴った出前館さんは4件5件全部瞬殺されました。出前館の猛者たちがね、ペグスネ引いて待ってた感じですね。僕の反射神経では対抗できません。マックスバリューさんのピックアップ完了してます。七林方面に配達です。マックスバリューさんの配達が完了して、ちょうど時刻は午後1時ですね。ここまでの売り上げが出前館とウーバーイーツ合わせて6133円。オンライン時間の時給に換算すると1200円ちょいということで、徐々に盛り返してきてますけれども、だいぶ渋い厳しい状況が続いております。30分ね、無音だったんで休憩しようかと思ったら、出前館さんのバーガーキング取れました。イオンモール緑ヶ丘ピックアップ向かいます。こんにちは。出前館さんのお届け向かってます。バーガーキングさん、まもなく到着です。バーガーキングさんの配達完了しました。報酬660円。現在まもなく2時になるところ、1時台出前館さんの1件のみになりそうです。午後2時5分です。ロッテリアの八千代緑ヶ丘店依頼受けました。ピックに向かいます。ロッテリア八千代緑ヶ丘店のピック完了しました。配達向かいます。出前館のドロップ完了と同時ですね、ウーバー来ました。マクドナルド296八千代パルル店 2.0キロ15分、497円。行ってきます。こんにちは、ウーバーです。マクドナルドさんのピック完了しました。なんかトラブルがあったみたいで、オーダーボード僕の番号のものだけだったんですけど、結構待たされてしまいました。まあ仕方ないですね。ただね、飲み物マックフルーリー、そのあたりが先にできて、ずっとカウンターに置いてあったんで、
最後にあったかいもの出てきて渡されたんですけど、くるり溶けてねえかなってちょっと心配は心配ですね。2時40分マクドナルドさんの配達完了しました。次の依頼を待ちます。何分無音だったかもう分かりませんが、イオンモールのスターバックスさんから依頼が来ました。 2.9キロ、 20分、612円、単価は高いですね。行かせていただきます。スターバックスさんのピックアップ完了しました。配達に向かっています。削りました。 4.7キロ、 24分、 738円、花丸うどんイオン八千代緑が丘。その前にちょっと配達員泣かせのドロップ先、スターバックスさん配達完了して今花丸うどんさんに向かっています。ちょっとスタバさんの配達苦戦してしまいました。花丸うどんさんのピックアップ完了して配達に向かってます。習志野台方面ですね。行ってきます。花丸うどんさんの配達は完了しておりまして、その後は出前館さんが鳴りました。ウーバーイーツ花丸うどんの、配達が完了しまして、次は同じ花丸うどんを出前館で依頼受けています。それでは向かっていきます。花丸うどんを求めてまたイオンですね。でその後ステーキガスト夢町習志野台モール店が出前館の方で数珠ってます。前から花丸うどんの商品ピックしました。受け取り予定時間のね3分前に着いたんですけど、まさかの商品作るの忘れてましたっていうことで、遅延が発生しそうです。お届けまで残りあと1分、絶対着かないですね。でその次受けてるステーキガストの方も、まあ、ほぼこれで遅延が確定してしまう感じです。とにかく行ってきます。ドロップ完了しました。次がステーキガストすぐそばですが、すでに10分遅延です。花丸うどんドロップ完了して、次がステーキガスト夢町習志野台モール店、すぐそばだったんですけども、もうすでに予定時刻から10分遅れています。お届けも遅延ですね。当然こんにちは、出前館です。